いやー、でも、まあ、ちょっと幸先いいですね。いや、これ皆さんからすると全然いけてねえじゃんって思うんですけど、自分の中では、あ、結構最後までいったなと。もう終盤戦というのはなかなかやんないんでね。いや、まあ、いけないんでね、これはちょっと、いい経験になりました、また。いやー、ちょっと緊張した。久々に緊張した。いや、毎回緊張してますけど、なんかこの、最後に勝てるんじゃないかっていう意味での緊張。いや、良いチームでしたよ。なんかすげえ、もう、なんか、お腹いっぱいなのに、まだくれるみたいな。武器いらねえよ、でもくれるっていう。まあそういうね、親切があった素敵なチームでした。でもあの3、3人、他の3人の人は多分もうお友達なんでしょうね。いやー、よかった。よかったけど、あわよくばかしたかった。これすごいな。これ腹筋すごいですよね、これね、この人ね。かなりの腹筋、背筋両方か。おや、半分落ちてる。さあ、どこだ。てか、曇り霧か。霧に、そう、終盤ドキドキが半端ないっすよ。もうあれで自分ひとか、さい、あの3人、例えばさっきので3人で自分の一番最後に残っちゃったらね、もう最悪ですよ。ハローハロー、ロムジャパン、よろしく。もうなんか緊張半端、みんな絶対あの画面見てるでしょ、観戦って。いや、もう半端ないです、あんな上手い人たち見られちゃったら。あ、やべやべ、降りてる。さあ、ちょっと離れちゃった。危なかった。そして曇ってるっていうか、霧だと何も見えない。てか、すんげえいっぱいいる。2パーティーぐらいいるね、あれは。スクールに置いたのか。あ、スクールそんなでもない？あっちの方がやばい？ドキドキですよ。ちなみに、この霧の時の終盤ももうなんかすげえドキドキです。ドキドキです。全然見えないし、なんかこう気づいたらすげえ目の前にいたみたいなことありますからね。で、思わず指が反応して、お、ちょっとやばい。ちょっと待って、ちょっと待って、どこどこ、倒しちゃった。人影がもうない。もういない？いない？いない？大丈夫？大丈夫？お、物資もない。何人かいたよね、でもね、敵が。いない。お デッドサイト。あ、引っかかった、引っかかった。やばいやばい、引っかかった。沈黙というか、静かな感じが怖い。静かなのは嫌だ。なんかもうちょっと連射してくれる武器が欲しい。連射がしたい。あ、あれ、ないぞ。あった、来た、伝説の宇治。ちょっと待って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 、今撮ってる。ちょっと待って、卑怯と言われてもいい。ここに一旦隠れる。じゃあ、こっちがいい、こっちがいいな。チラッと、チラッと、ファッファッファッ。うわっ、やべえ、どうしよう。やっぱウジーちゃんは捨てられない。あ、入らない。
入ったか。後ろだ。あ、左だ。左にいるぞ。左に何かがいる。だったのかな。これ撃てんのか、こっから。何、どこだ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 、何、どこだどこだどこだ。あれ、ああ、今行ったの。おお、危ねえ危ねえ危ねえ。これで全部かな。なんか何人か倒したよねよねよね。これいらない。回復とかあれば嬉しい。トミーガン、トミーガン、トミーガン。回復。チアリズム。よし。取っちゃおうと。あ、何？どこだ？あ、離れてる。離れてるぞ。味方と離れてる。近づきたい。あー、どこ行くの味方。あっちに行く気だね。こっちから行こう。あ、クッキーさんが死にそう。あ、なんかすげえなってる。どこにいるんだ。音的には真ん中らへん。ここは空いてなさそう。お、そこか。あー、クッキーさん、クッキーガイ死んじゃったか。強え、この人強え。やべ、超強え。全然役に立ってなかった。やーべえ。で、みんな取ってるか、僕も取ろう。あ、階段で死んでたな、そういえば。あ、俺にもくれ。何かくれ。これと、あ、こんなもんか。手榴弾。これいらない。こう、あ、さっきカーがあったからな。2倍スコープ、これもらっとこう。あ、ホロサイトいらない。ここもらってもいいですか、もらってもいいですか。もらっちゃいます。やべえ、いっぱいあるぞ。取っていいのかな。取っちゃう、取っちゃう。あれ、気づけばこれベスト着てないじゃん。ベストどっかにない？ベスト、ベスト、ベスト、あ、ベスト、ベストがない。ワン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 、ベストがないぞ。あ、これでいいのか。なんだ、どうした。ちょっと待て。どうした？
か。どこだ。こっちか。いた。嫌がった。これ机邪魔だな。危ねえぞ。ほら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 、頭出してると危ねえぞ。カムヒアカムヒア。おー、うまいな敵。そうしてる間にやられちゃいそうだな。逃げろ。これやっぱりこれ上から行けんのか。え、イエス、いや、あ、Thank you。いい人だ。もう多分あっちいないんじゃないかな。ちょっと下行ったらいるかな。空いてるし、声ちょっと見えない。声ぞ。どうする、行く行かない、どうする。気をつけなきゃいけない。こっちからも来るからな。閉じちゃえ。これ範囲は全然大丈夫だ。こっちは開いてない。周りに、おー、どうしたどこ行った、どこだ。おー、ナイス。いないよね、大丈夫だよね。いた。おお。No, sorry. That's okay. 全然気づかなかった。おお、土器がムネムネしてるよ。でもまだいるな。これ最後死ななかったもんね。はい。これ相手いきなり、なるほど、駆け抜けたのか。バーティカルレッドサイト。もう一人かな。どがした。時がムネムネする。これ何があったんだ。あ、サプレッサー。もう来ないか。上見るか。さあ、緊張したぜ。絶対見えないよ、こんなの。
あれはスカーじゃないか？いやー、見つけたぞ。こんな、あれ？こんなもんか。こんなもんか。必殺のスカー、これで勝てる。これ、ない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 、13もらったか。60。ない、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 オッケー、行くぜ。てか、行こうぜ、どっか。あ、でも行く必要ないのか。真ん中じゃん。どうするのいいじゃん。ここ、開けといて、下にいよう。やべ、強くね、ここ。強くね。て全然見えないけど。これ、ただ、これは面白いのか？見ている方もやってる方も面白いのか？これ。てか、ん？これでも最強じゃないですか、これ。この隠れ家としては。もう自分がもう見えないみたいな。これ、そうか。手榴弾と、これ弾あんのかな？弾あるか。これもいらない。これもいらない。コンペもいらない。いらない。2倍はちょっと取っとこう。レッドサイトいらないけど、とりあえず持っとこう。これ、なんと陰湿な僕の奇襲大作戦にこうふさわしいですね、これ。ただ、ずっと待ち続けていてはつまらない感はあるけどね。これ、ちょっと目立つか、これ。これ目立つか。こっちにしてよ。これと、これと、これと、これいらないと。うん、あ、39すぐ死んじゃいそうだな。これ目立たないでしょ。これ見えないからやっぱ匍匐の方がいいな。いいね、なんか。ちょっとこもるニートみたいな感じですかね、これ。あ、煙が誰か投げたぞ。後ろだ。後ろっていうことは NE だ。パッとやってオート。パッとやってオート。OK。あ、ちょい外れ。ふい、外れた。あと2分。2分もここでいるのか。ちょっと飽きてきたぞ。さあさあさあ、どこに来る。お、車が通り過ぎた。いや、通り過ぎていない。これは多分円の外を回ってるのか。ただそろそろ行きたいですなと。
っちか、あっちか。ないよねと、行きたいよねと、行っちゃうぞ僕は。男は黙って行っちゃうぞ。登れるか、怖い。こんな狙ってくれと言わんばかりの。見えないからいいんじゃないか。これに隠れとくか。ここ最強だな。こんな腐ったら見えないよ。やべえ、この人一緒に、一緒だ。足が見えるな。入ってないのか、ギリ。なんてせこい手だ。全く見えない。これ敵が通ったかすらも見れないな。立っててもバレないんじゃないかこれ。意外と。いやでも、これ霧入ってないな。あれそこ出てる、やっぱ見えないんだよね。ちょっと草が邪魔。まあ、邪魔だから隠れてんだけど、ちょっと邪魔。なんか画面でこうやってこう見えないと、こう顔をこう上げてこれ見えるんじゃねえ、こううえってこう見えるんじゃねえかと思うんですけど、それは見えないわな。顔を上げても見えないよと。来たぞ。これもちょっと進んどいと、進んでおかないと範囲に入んないよね。入った。これ丸見えだな。これ後ろから来たら一発ですね、これ。敵は来ない。あきりそこ入ってない、入ってない。来ない。あ、これ範囲に近いですね。やったぜ。やった。でも、26人を2人でどうにかしなきゃいけない。じゃあ29だから27か。行きたくないな、あっち。あ、ちょっと置いていかないで。置いてかないで。敵は全く見えない。もうこっからはちょっとオートにしといて、手榴弾持ってる、持ってる、オッケー。あのマンション、でっかいマンションにこもっ、こうですね、ここにこもってた甲斐がありましたね。まあ、こもってた甲斐があったっていうかね、こもってただけなんで、多分もしかしたら誰でもできちゃう終盤までの生き方かもしれないですけど、いや僕は手段を選ばない。どんかつするためなら手段を選ばない。そんな卑怯な男でありたい。なってんなー。みんな歩幅で移動してんのかな。わかんないよねこれ。え、マンションとかスクールから来る人いないのかな。さあエネミーはどこだ。エネミー、エネミーがいないぞ。なんか味方はすげえ
バンバンやってましたけど、僕全然バンバンやってないで、なんか見せ場が全くないっていう。あちらは怖い。山を越えた方、山を越えた方怖いですね、なんか。さあ、どこだ？これね、自分は見えてないけど、なんか敵はなんかこう、見えてるんですよね。あいつ動いてるみたいな。きっかけが欲しいな。敵がどこら辺にいるのかさえ分かれば。あ、やべえ、これ、間に合わないぞ。間に合わない。間に合わないぞ。わっ！やめて。犬も鳴いてる。吠えてるか。さあ、どこだ？これ、回復が、厳しいな。全部厳しいな。これはもうこっちから行くしかないでしょ。どうした、犬。犬が鳴いてるぞ、外で。なんか、機嫌が悪かったんでしょ。お、びっくりした。超びっくりした。あ、でも走ってもバレない。お、こっからが見通し良くなってやばいのか。これ、どっちがいいんだ？こっちの方がいいのかな？やべ。ハゲてる。これバレるじゃん。こっちの方がでも、コンビが効くからな。敵っぽいのはいない。多分いない。いないはず。いなければいいのに。でもあそこら辺から狙われそう。みんなあっち側なのかな。で、残り13人。まっちゃうか。ちょっと志村後ろ後ろとかっていうのもね、たまにあったりするんで。残り12秒。どこ行く？あそこ入んじゃないか。こっちだな。っていうことは。あそこか。あの木だ。あの木を目指そう。え、間に合うのか。お、味方さん撃ってる？ちゃちゃっと。あ、これ入ってない。入ってないぞ。あれだ、じゃあ。あの木だ。やべえ。あ、こっちか。やべ、ちょっとまた手に汗が出てきたぞ、これ。ちょっと木まで行ったら拭こう。ちょっと、おお、思いのほか近い。いいじゃないの。こっちクリアでいいっすよね。こっちクリアでいいっすよね。やーべ、10人。さっきと同じだ。10人だ。ただ、あん時と違うのは、こっち2人。お？スクワット4人と、2人とかだったら嫌だな。もう打ち合って、ラスト22のタイマン、お、タイマンとかの方がいいな。鼻がかゆい、鼻がかゆい。ごめんね、ずっと匍匐ゲームやってんな。セブンさんも。あ、これちょっと見渡しが良すぎる場所だな、これ。これどうすんだ、俺。あっちは行けんのか。
あの木か。あの木行こう。あ、いた。いたぞ。一人見つけた。止めちゃおう。やべ、入ってないかも。ちょっと入ってないかも。あ、ここ入ってないぞ。あの草まで行っちゃおうか。いやー、怖え。これ、なんか怖えな、ここ。もう死んだら、あとは任せたぞ、セブンさん。うわー、なんか地形。地形けど、地形けど、近いけど。あ、どこだ？あれ、なんでセブンさんそんな体力減ってんだ？あ、6人。ちょっとやべえ。みんなあそこにいるんじゃないか？こっち持っとこう。やべえ、ちょっと緊張してきた。これ、意外とベスポじゃないかな、これ。これ左とか来なければ。あ、右来る？来ない。やばいやばい。5人、あと3人。やべえ、ここ草がないぞ。草がない。入った、入った、入った。草がないけど入った。いやー、怖い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 。ちょっとやめて。撃たないで。え、ちょっとこれは、一回手を拭きたい。ちょっと離して手を拭く。ほほほほほほほ。どこだ？バッチだよな。これ撃てんのかな。見えないな。お、セブンさんち行った。これ残り3人じゃないか。あっち、お、びっくりびっくり。やめて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 。でもすげえ緊張してきたぞ。あっちにいるんだ。お！あ、戦ってるのか。潰し合え。潰し合うんだ。お前ら潰し合え。なんと。ということでしょう。これ僕入ってないから、あっち行かなきゃいけないよね。ちょっとこれは自分の身を犠牲にして最高セブンさんを勝たせるか。うん。おー、来た来た来た。セブンさん、ありがとう。何もしてなくて勝ったぞ。